お話をいただいたときは、まさか自分が、と驚きましたが、サインの中条という役を大切に演じたいと思いました。日向坂46、小坂奈緒が大河ドラマ、光る君へ、第35回、中宮の涙、に藤原信則、高杉真宙、の恋人、サインの中条役で出演した。コメントが到着した、小坂奈コメント、大河ドラマ、 光る君へ、に出演した感想について、今回、初めて大河ドラマに出演させていただけて、大変光栄に思っております。お話をいただいたときは、まさか自分が、と驚きましたが、サインの中将という役を大切に演じたいと思いました。あのワンシーンで、会いたい人にやっと会えた、これのり様との許されない恋を視聴者の皆様にも感じていただけていれば良いなと思っています。 撮影時のエピソード、思い出について、皆様、はじめましての方々ばかりだったので、緊張してしまい、口数もかなり少なくなってしまっていたと思い。ますが、今回共演させていただいた高杉さんが優しくお話をしてくださったことで、少し緊張もほぐれ、楽しく撮影することができました。スタッフの皆様も、この作品にかける思いがとても伝わる現場で、 私もこのワンシーンに熱を注いで頑張らなくてはと、さらに強く思わされた日になりました。